里崎チャンネルジョ。こんにちは。さあ、ドラフト通信簿も最終回です。最終回ですね。はい、はい、ということで、はい、最終回はロッテというところで、はい、これが出る頃には、はい、日本シリーズに行ってんのか、うん、はたまたクライマックスを戦ってんのか、はい、はたまた今シーズンが終わってんのか、うん、よく分かりませんけども、はい、まあ、現状シーズン終わって2位というところで、はい、まあ、今年の戦いがね、うん、まあ、ドラフト、今年はピッチャー3人、内野1人、外野1人、井口監督、左腕プラス先発投手で考えていたので我々の予定通りの選手を獲得できましたと。左腕2人欲しかったけど、まあ、そうはいかなかったと、ね、うん、っていうところで、はい、1位に、まあ、早川選手を外して、うん、鈴木選手をね、法政大、はい、抽選の結果引き上げて1位というところでね、うん、最速152キロの直球とキレあるスライダーの武器とマウンド度胸も20マルと、はい、っていうところで、まあ、やっぱだから左が欲しいんでしょうね。そういうことだったんでしょうね、結局ね、うん、だ今の左ピッチャーで言えば先発で言えばね、はい、早稲田出身の小島、はい、でそしてチェンの2人ですね、はい、で中継ぎがまたちょっと中継ぎがね今年いなくて、うん、もう1人のチェンと、はい、でまあ中村がね、うん、まあ、先発6倍目行ったりとか中継ぎ投げたりとかしてるところで、まあ、先発がね、まあ、いないっていうか、はい、あの不安っていうところで、まあ、左が欲しかったんだろうっていうところで鈴木翔太投手、はい、だまあ先発なのか中継ぎで使うのかは分かんないですけど、うん、まあ、どこまでねそれが機能できるのかっていうねいうところですけど、2位でね、はい、明石商業の中森俊介投手ね、はい、昨年の甲子園では春夏5勝を挙げ、うん、2期連続4強入りの原動力、高い奪三振と完投能力を誇る世代屈指のタフネスというところでね、はい、まあ、昨年取った佐々木朗希と含めて、うん、まあ、若手のね、うん、底上げというところで、はい、期待値がね、うん、大きいんじゃないのかと。若いピッチャーがね、どんどん増えますね。そうですね、うん、で3位、小川隆盛内野手、はい、国学院大学から、前橋育英で、貫いた攻める守備で観客を沸かせると、はい、攻める守備って何なの？攻めるなんかこう、闘志あふれる守備なんじゃないですか。よくわかんない突っ込んでいくだけ、突っ込んでいくのか、ブワーっていくじゃないですか。何でも行きゃいいっていうもんじゃないですからね。そうですやめてーって時ありますから、キャッチャーから見てたら、あ、そうです、そこ違うみたいな。そうなんだ、はい。で、4位、川村時人選手、はい、星槎道都大学から、うん、投手、高いリリースポイントから最速150キロ、192センチですからね。いや、背高い。いや、すごいですね、うん、で5位、東海大相模、西川亮介外野手、当たったらどこまでも飛んでいくような超高校級の長打、うん、当たったらね、当たったらっていうところが荒削りらしいですよ、はい、だから、まあ、当てるっていうことを練習していくわけですよね、これ。そうなんですね、はい、でもそれが一番難しいんですよ。そうなんですか、結局、うん、そのアマチュア時代にスラッガーって言われてた人たちが、はい、まず来る壁がそこなんですよ、はい、へー、あのやっぱアマチュア時代スラッガーって言われてた人たちは、はい、やっぱホームランの呪縛にとらわれるんですよね、うん、そう自分がならなきゃいけないっていう思いもあるんで、あ、で結局、うん、で木のバットになるじゃないですか、うん、特に高校生からするとね、うん、でボール飛ばなくなるじゃないですか、はい、芯に当てたら金属とほぼ変わらないんですけどね、はい、飛距離は、うん、でもそのスイートスポットが小さいから、はい、どこに当たっても飛ぶわけじゃないんで、うん、まあ、当たら飛ばなくなるじゃないですか、はい、でそうなってくるとどんどん当てなきゃいけないって、うん、ちっちゃくなっていくと飛距離が出なくなって、はい、フォームが崩れて、うん、何が特徴っていうぐらいの選手になって消えていくっていうパターンがあるんですよ。なるほど。そこの山を越えれるかどうか、うん、もしくは長距離砲じゃないって、うん、はい、見極めるか、うん、大事ですね。もうどういう路線でいくか、うんうん、やっぱ当てるのがね難しいんですよ。当てるって難しいんですね。だってそれはだって、はい、バッティング練習だけだったらさ、うん、どこまでも飛んでいくよ、はい、でも逆にどこまでも飛んでいかないかったら、うん、プロじゃきついよね。そうですね、はい、ホームランを出すまーっちって、だからあのホームランは、はい、打とうと思ったら練習だったらいつでも打てるぐらいのバッティングしないと、うん、やっぱこう長続きしないですね。ちょこまか当ててるだけじゃ、はい、だからそこでね当たったら飛ぶっていうのは魅力ですけど、うん、だそこをねまだ18歳なんで、はい、まあ、これからですか、ここからね、はい、どこまで成長していくかは楽しみな存在ではありますよね、はい、でロッテが育成指名が、谷川唯人保守で、2位が小沼健太投手、うん、で3位が山本大斗外野手、大斗、はい、はい、で4位が佐藤翔馬投手、うん、
ていうところで、僕なんて言ってました、なんかロッテ、ガツンと系野手を上位で取るだろうって言ってたんですよ、うんうん、取ってないですね、うん、取ってないね、はい、あとキャッチャー高卒でまあ取るだろうっていう、まあ、育成でね、はい、取ってますけど、うん、だからちょっと来季に向けて野手陣の変化はないですね、はいはい、ないですね、うん、まだ国学院大の小川隆成選手は3位でいますけど、だからやっぱりそのね、あ、もう平沢はそんな期待されてないんだなっていうのは、うん、これ見て思ったね、これ。そうですか。だってあの、まあ、今藤岡でしょ、はい、で去年取った福田もいるわけでしょ、うん、はい、去年も取って今年も取ってんだよ、うん、大卒を。そうですね、内野手大卒2人が同年代2人取ってるってことですね。取ってんだよ、うん、じゃあったらもう平沢の期待値はほぼ下がってますよね、うん、チームからすると。はい、そうですね、で今なんか手術してますもんね。そうですね、なんかのね、うん、だからでもあれ、あの、その運もあるって言ったじゃないですか、そのコロナになったとの問題があったじゃないですか、うん、その時にもしかして上がってこられてたら、うん、何かチャンスがあったかもしれないですよね。でもその時に手術で、うん、でも去年チャンス得てるからって、一軍結構いたでしょ。ありました、いました。でもそこで落とされないチャンスをものにしなきゃいけないから、はい、その何回もチャンスないから、ね、そうですね、少ないチャンスをものにしないといけないんですね。そう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 、うん、っていったところで、だからやっぱりね、今年の3月ぐらいにやりましたけど、はい、うん、トレード出した方がいい選手、はい、もう出した方がいいかな。でも怪我したっていうところで出しにくいっていうところもあるんですけどね、うん、そうですね、怪我が治って、うんうん、まあ、そこはどうかっていうね、はい、あとは奮起するかですね、うん、本人がね、はい、でもまあロッテはですね、うん、今年チーム打率が12球団最低の、はい、2割3分5厘なんですよ、うん、もちろんパ・リーグでは最下位、はい、でホームラン数も90本と4位タイなんですけど、はい、6位がハムの89本、うん、で4位タイのオリックスとロッテが90本並んでるんで、うん、ほぼ3チームは、まあ、同率最下位みたいな、はい、上のチームが何本でしたっけ。126本のソフトバンクです、はい、だからまあ36本差、うん、で、あの打点も235でパ・リーグ5位なんですよ、はい、三振が254でパ・リーグ5位なんですよ、うん、セーブが一番多いんでね、はい、だから長打が少ないのに三振多いって、うん、うん、って思うんですよ。そうですね、だから長距離が多いから豪快で三振も多いようだったらまだ分かるんですけど、はい、長距離が少ないのに三振多いっていうね。そうですね、でフォアボールは491個で、はい、まあ、ダントツ1位、はい、多さ、まあ、これがまあ強さでもあるんですけど、うん、あの日刊のコラムでも書いてましたけど、はい、フォアボールっていうのはフォアボールになるような感じになって選ぶのがフォアボールであって、はい、初球からフォアボール狙いでダメなんですよ、うん、だそこら辺は改善しなきゃいけないところなんじゃないのかなと個人的には思うんですよね、はい、で、ギダが96個で1位、ギヒは19個で最下位、うん、だからチャンスで犠牲フライ打てない、はい、で盗塁は87個で1位、うん、2位、3位ですね、はい、でエラーが53個で、一番少ないといったところで、うん、打線がやっぱ何と言っても低いですね、うん、ちょっとパンチ足りないですよね。安打数も902安打です、うん、ダントツ最下位なんですよ、はい、5位が926なんで、うん、24本差あるんで、はい、1位は1029なんで、うん、100本以上差があるんですよ、はい、ということは約1試合に1本差があるんですよね、うん、だからやっぱ打線がやっぱ低すぎるっていう、うん、で投手陣はね、うん、3.81 で防御率2位なんですよ、はい、1位のソフトバンクに次いで、はい、で被安打数も985で3位、うん、でもソフトバンクが843のダントツは打たれてないんですけどね、はい、でホームランが110本と一番打たれてるんですよ。打たれてるんだ、はい、へえ。で三振が835個と、はい、セーブが一番少ないんですけど、それについて少ないんですよね、トップが、はい、でフォアボールは382とフォアボールは少ないんですよ、うん、与えてる、はい、で失点が479で、まあ、2番目に少ないとっていうところで、投手陣はね、やっぱ頑張ってますよね、はい、ちょっと基本塁打が多いなっていうところが気になるところですけど、でもまあ頑張ってますね、はい、でもそれが噛み合って2位っていう順位になったんですよね、うん、問題はやっぱ打線なんですよ、はい、っていうところで変化がないですね、多分来季に向けて、まあ、ドラフト上ではそうですね、そんな言うほどね、うん、だからまあ今の選手たちが大幅に成長していかなきゃいけないっていうね、はい、まあでも藤原がねいい感じでできてきてるんで、はい、そこの頼もしさはありますけど、うんうん、はい、そういう若手の突き上げがどんどんしていかないといけないんで、うん、今年のドラフトで何かチームが大きく変わるっていうのは、はい、正直12球団で
大卒もしっかり取ってる中では一番なさそう。ああ。なんか大きく変わるみたいな。はい。まあ、もしかしたらその鈴木翔太投手がドーンとまあ、ね、新人王候補とかになってきたら可能性はありますけど、なんか野手陣に関しては一番大きく、でソフトバンクとかはね全高校生なんで、はい、まあ、そう戦略が違うじゃないですか、うん、っていうところで、だからこの大きく野手陣が改善する要素はドラフトからはないんで、はい、まあ、新外国人を取ってくるか、うん、中野選手が大きく飛躍しないと、はい、ちょっと来年も打線はきついかなっていうような個人的な印象はありますけども、はい、でもまあ中森選手とかね、昨年の佐々木朗希投手も含めたその若い人たちがどこまで成長するかっていうところでは、まあ投手陣はね、はい、頼もしいですね、はい、こう鈴木選手とかもね、うん、含めて、あとはまあ野手陣の奮起とこの河村選手の長身から投げ下ろすのをどんなもんか、はい、ロッテってなんかあんまりでっかい人そんなに最近いなかったから、うん、そうですね、だからそういった面ではちょっと楽しみかなっていうね、うん、いうところもあるのと、あの西川選手のね、はい、飛んだら当たるっていうね、はい、破壊力をどこまで安定性をね、はい、育つかっていうところで、うん、まあ、楽しみも多いなっていうところはあるんでね、はい、まあ、来年どういう形になるのか、うん、でもまあドラフトもね、まあ、今回全部終わりましたけれども、はい、まあ、全体的にはね、うん、あのまあ面白そうな感じだったかなっていうところと、やっぱりコロナ禍でね、はい、まあ、高校生が上位占めるっていうのはね、やっぱ少なかったかなっていうところもあるんで、確かにそうですね、あとやっぱり高校生がね、このコロナ禍の中でやっぱ練習量は圧倒的に少ないと思うんで、うん、まあ、来季最初からっていうのはなかなか難しいですから、はい、まあ、僕はもう全員でもいいぐらい二軍スタートでいいんちゃうかってね、うん、思いますけど、まあ、大学社会人はね、大学はまあリーグ戦もあって、はい、うん、総決戦でね、はい、小宮山さんが泣くのを初めて見たかもわかんないですよ、はい、そうですか、総決戦テレビで見てて、はい、最後ね9回2アウトから、うん、わざわざツーランホームランで逆転して、うん、で早川君がね、うん、抑えて、はい、胴上げ投手ですよね、そう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 、うん、そんで、小宮さんがね、はい、監督インタビューで、うん、まあ、メールしたんですけど、どうもどうもっていう、はい、監督インタビューめっちゃ感動しましたって言ったら、はい、それまで文字だったのにどうもどうもっていうスタンプが入ってます普段はスタンプ押さないんですか？いや普段も多いっす、そうですねでもまあ良かったですね、はい、小梅さんも、うん、その総決戦に勝ってね、はい、何期ぶりだったかな、10期ぶりかな、うん、その六大学優勝してね、はい、っていうところもあるし、まあ、早川投手ね、はい、あとヤクルトに入った木澤投手、うん、もう投げ合いもね、はい、見どころ多かったですし、まあ、そういった中でね、ドラフトやりながら、まあ、来季どうなっていくのかっていうところでね、はい、まあ、みんなに頑張ってほしいですけど、まあ、大学社会人はね、そのリーグ戦とか、あと都市対抗予選、はい、これから都市対抗も行われるんで、ね、そうですね、このドラフトが勝った選手たち、まだ都市対抗出るわけですよね、そうそうそう、なんかそこでね、活躍のもとで、で、すんなり入れると思うんですよ、オフの期間が短いんで、はい、うん、社会人もね、はい、でそういったところでやっぱ大学社会人の方がちょっとスタートは早いかなっていうところもあるんで、はい、まあ、高校生はねやっぱり来年1年間大きく見たらちょっと働けなくても仕方ないかなっていうところもね、このコロナ禍の中だったらあるんで、はい、まあ、長い目で見ていかなきゃいけないなっていうところでね、このまあ早川選手、あと佐藤選手、はい、この重複したね、うん、この2人がどこまで活躍できるのかっていうところと、はい、この桐蔭横浜の渡辺健人選手、西武1位、はい、関東大会で逆転のホームランかな、はい、なんか打ってたっていうところもありますし、はい、この日本ハムの、ね、伊藤大海投手、はい、北海道からっていうところでね、うん、どういうピッチングするのか、この鈴木選手もね早川に負けないぞっていうね、はい、同じ六大学の中だったらね、うん、思いもあるでしょうし、はい、何気に個人的期待は巨人のね平内選手が、うん、ひょっとしたら1年後新人王争いに、はい、今年の戸郷のようにね、うん、加わってきてる可能性もありますし、このキザー・イディエっていうピッチャーをね、はい、うん、いいピッチャーですし、まあ、中日の高い選手はね、はい、若干やっぱちょっと、まあ、そんな慌てなくてもいいかなっていうところとね、うん、この広島の栗林選手が先発なのか抑えなのかね、そうですね、即戦力系ですからね、はい、うん、だから社会人の投手では1人だけですもんね、1位は1人ですね、というところでね、うん、このまあ1位の選手だけでも楽しみ多いですけど、はい、全体的にはね、これはまだ1年後、はい、全球団チェックしていきたいと思うんでね、はい、ファンの皆さんはね、自分たちのチームのドラゴンの選手の、ね、ことをねしっかりまた応援しながら、はい、どういう風になっていくのかっていうところをね、まあ、チェックしてもらいたいなと思います、はい、ということで皆さん12球団お疲れ様でした、はい。